者で行こう。オケー半編、ボリューム4、とある形式の魔改造車。皆さんこんにちは。京阪13000系です。今日はいきなりクイズとか言わないんだな。まずはこの映像をご覧ください。この前の PV にも使われてたやつだな。221系くん、何か気づかなかったか？ただの7両編成の準急だよね。これは森庄寺駅で撮ったのかい？森庄寺駅は京阪の、福福線区間で唯一島式ホームの、駅だから、通過列車を間近で撮れるということで、撮り鉄に人気の駅なんだ。それはそうとこの車両、何系かわかった？1万系だね。あれ？でもなんで1万系が本線で、走ってるんだ？まずは1万系の生い立ちから説明しようか。1万系は、宇治線や片野線用の車両で、老朽化が進む2600系を置き換えるために、2002年に導入されたんだ。4両編成が6本で、24両製造されたよ。車体は7200系をベースに作られているので、顔はよく似ているけど、制御装置などいろいろな部分が、違っているんだ。また、1万系は製造当時、片野線や宇治線でワンマン運転を始める予定だったから、それに対応した仕様になっているよ。ところで、1万系と7200系には、パッと見てわかる違いもあるんだ。顔を見ればわかるんだけど、221系くん、わかるかい？1万系に、ワンマン、の、札がついていることかな？それはなしだよ。え？どこだろう？写真を並べてみようか。わかんないな。実は、1万系は7200系に比べて、車高が低いんだ。写真だと同じ縮尺とは、限らないからわかりにくいね。ここの部分を見てみなよ。あ、7200系は、裾が少し絞られているのに、1万系はまっすぐだ。そう、これを覚えたら7200系と1万系は、すぐに見分けがつくよ。へいへいへい。なんだよ、その気のない返事は。いや、7200系と1万系の、見分けなんて、ぶっちゃけどうでもいいからね。どうでもいいとか言うなぁ。それはそうと、さっきの映像に出てきた1万系は7両編成だったよね。あれ？そういえば1万系は4両編成ばっかり製造されたんだったよね。そうだよ。じゃあ1万系の中間車が新造されたの？いや、1万系はもう製造してないから。え？じゃあ編成組み替えが行われたの？4両編成の1万系から中間車を抜き取って3両編成にしたとか。宇治線や片野線ではワンマン運転が行われてるから、3両編成と4両編成が混在してたら大変だよ。宇治線や片野線は昔は5両編成と4両編成が混在してたけど、ワンマン運転を始めるにあたって4両編成に統一されたんだ。朝ラッシュ時には、ちょっと輸送力不足気味だけど、それ以外の時間帯なら4両で大体大丈夫だしね。じゃあ、1万系に組み込まれた中間車はどこから持ってきたの？映像をよく見たらヒントがあるよ。なんだろう。京都川から1両ずつ撮った写真があるよ。見せてよ。1両目。2両目。3両目。4両目、5両目、6両目と7両目。なんで6両目と7両目が一緒なんだ？実は発射場面を連続写真で撮ったんだけど、容量の関係で7両分撮れなかったの。で、何両目が組み込まれた中間車なの？あれ？わからなかった？真ん中3両だよ。え？どこが違うんだ？
屋根上のクーラーを見てみなよ。気づかなかったか？あ、ほんとだ。3行目から5行目のクーラーの形が違う。京阪では前のダイヤ改正で、淀屋橋、出町柳間投資運転の快速急行や急行がなくなって、8両編成の一般車がいらなくなっていたんだ。特急運用には8000系や3000系が入るもんね。そして7両編成の電車は2200系や2400系などの古いものばかり。6000系以降のタイプで、7両編成のものは7000系4編成と7200系1編成しかないもんね。当時は1万3000系はなかったしね。前のダイヤ改正の時に8両編成14本の6000系のうち中間車を1両抜いて7両編成にしたものが出たけど、今回のダイヤ改正くらいから9000系や7200系も中間車を抜いて7両編成になってるんだ。じゃあその9000系や7200系の中間車を1万系に組み込んで1万系を7両化したんだ。そういうこと。どれが元9000系で、どれが元7200系か、わかる？え？さっき表が出てたじゃないか。そうだけど、実際の車両を見て見分けることができるかい？中間車だと見分けるのが、難しいな。お分かりの方はコメント欄で、お答えください。丸投げたな。もっとも言い切ったら答え書いてあるんだけどね。じゃあここで答え言っちゃうよ。解説は次の機会にしましょう。次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。あ、そういえば自己紹介、忘れてた気がする。古本、改めまして、JR 西日本の221系です。はい、もう終わってるからここカットね。そんなー。